それがちょうど昭和の3、4、5、あたってんだ。それでその頃、あの、書いたんです。その頃の気分としてはそうです。それで、少なくともね、だから考えてみたら何もね、私が生来の菩薩なんじゃなくて、私の東洋的地盤、東洋文化で育てられた気分の中に、西洋的な考え方で、要するに、単なるね、東洋人といえば、まあ、お神のご命令に従って生きるっていう、そういう卑屈な気分ばっかりしかなかったわけだね。それに対して、西洋人というのは、民衆精神っていう、自己を自覚した、あれだ、文化を持ってたんだね。それが私の中に入ってきたんだと思うね。そして結局、その歴史っていうのをね、人類歴史っていうのは、ただ流され、大きな流れであって、俺はその中の一分子としてただ流されてるんだ。普通は本当に今までの通りでそれだけしかない。それに対して私はそうじゃない。歴史を作るのは誰でもない俺たちの生き方だ。そういう民主的な気分がね、私の中にあったんだ。そこでもって俺はだから次の時代俺が作るんだ。これ当然の言い分だと思う。それで何も私だけに限らない。皆さん、みんなそうだ。次の時代、あなたの生き方、次の歴史が作られていくんだ。こういう雄大なことはちっとは考えてほしいんだね。ただ、ご時世で、ただ、この今の、ご時世に流されてた、今、消費文化だ、だから使い捨てだ、そんなね、流されてばっかりいる。そうでない。私なんかそんな、この物質分で、男子みたいに、俺の生き方だけでも、俺の生き方でもって次の時代を作る。そういう考え方ね。まあ、それいうね、気分、それがね、外省のこと。だから、何も私が一人がね、生来の菩薩じゃない。皆さん、みんな、その外省の菩薩であって、で、次の時代は俺が作るんだって気分を持ってる。事実としてそうですよ。あなたは本当に、封建時代の奴隷根性で、それで生きていればこそ、冒険時代の奴隷的な歴史が出来上がっている。それに対して、そのみんなが目覚めた、民主的に目覚めた、その俺の生き方を考える時代が来れば、みんな生き生きとした次の時代が開かれる。これ、歴史はもうみんな俺たちの生き方で決まっているんだ。これがこの大切だ。それが岩礁のこと。だから、大乗仏教の生き方ができたのは、その昔、比叡の初めの頃に、インドと、ギリシャローマの文明と、そのものの両方高い文化、それが接触した時に、その外省のまさつく生き方が、人間像ができた。これがまた今の時代、そうなくちゃなる。ところが今の時代は何よ。俺なんかもう、この今の時代の日本の風景見てもらった。アメリカの植民地の風景だよ。立ち上がったり。それでさ、自動車もそうね。これは本当にアメリカの、どっか植民地の風景。そういう風に流されてばっかり。で、もう、だから、今、東洋と西洋と接触してるっていうのは時代です。これは今の、風景は、これはおもちゃ箱をひっくり返してあるんですね。で、もっと、その前、大正から昭和の初期の時代は、本当に東洋と西洋と出会ったというか、気分の時代だったんです。で、こういう時代をね、本当に、我々、ね、パイオニアとして生きてるんだからね、そういう気分で、生きてほしいので、そうするとそんなにね、
してたような顔になってる。一気にしてるよ。それで、今この神社を、これ、フェンティスパイの命で欲しいすればこそ、神社ってことか。だからこの、この供養を受けた、受けて生きていく我々。これは誰でもかんでも天地いっぱいの供養を受けてんだから、そういうこの三方の真実に一つずつ持ってね、またおでん欲しいするべきだ。で、誰か不死なら不死に不死になるべきだ。頭も正しければ尻尾も正しくなって、頭が東も向けば尻尾は西も向けば、でこれにおいて一人たちまちに欲すれば一心に従いて欲するない。この人っていうのこの場合ね、人っていうのは結局一切の世間のものですね、本当の心象を汚すでなく汚すから人。何そういう今目の前にはこのものを取り上げてね、生の命として使うっていうね、生の命として働かせる。その時に生の命も何もかもね、要するに芸法理人尊というね、この理人ですよ、その知りつもがありえないんだ。何もかも天地一体の生の命として生かすっていうね、その時なら始まちに一心にたちまちに欲すれば一心に従いて欲するない。これ生の命そのものが一心にする。一心に初めて欲すれば一空わずかに欲するない。ただ一空ってのはね、学を木空だ。結局天地いっぱいっていうのはあれすればこそね、俺とか俺のものとかっていうね、そういう我衆補衆がねなくなっちゃう。それで我衆の補修の否定が実際に働く。一空わずかに欲するなり、おおよそ無学無学の欲しにすると、それから無学っていうのは自覚的な欲しにすることもあるし、自覚以前の欲しもあるし、赤ちゃんの時から欲しにしてるのもいる。お寺の団子として生まれた赤ちゃんのお腹の中から欲しいしてるじゃない。だから熱いバラ持ってるのこの前あったね、酔っ払ったから頭取ってくれって言ったら、おしゃれさんが頭取れちゃったから、こういうのもある、ね、でも無覚を無覚の欲しいにすると、初めて一部賞を取得するのに、その時にですね、とにかく欲しいにしたら一つの、武将ってのは、この前、武将の脇、読んだ時にも言ったけど、筆教機運転、この、筆教機ね、この筆教機ですよ。つまり、行き着くところ、行き着くところが行き着いた生き方の、働きをすること、これが、筆教機運転、武将ですね。武将を一つつながる。時代業を巡らして上心に修行すれば今度はだからね、この時代業ってのは今のこの心人、私の体の心人を巡らして上心に修行すれば今度本当に上心っていうのは誠の心でね、本当に生として働く今度の本堂の道は仏法のために仏法を修す、すなわち道なり。だから生の命のために生の命を働く、それが道です。草木の障壁を巡らせて、だから出会うところの障壁ですね、出会うところの何人もかも取り上げて上心に修行せず極道する、それも仏法が仏法になる。で、次第の音と草木障壁と動作に進めて、ガルが見えない。これはまあ、この信心と、それから出会うところと、ね、一
主体と全て二つに分かれる。だからね、同産なるが嫌い、同生なるが嫌い、二つに分かれる以前として続いているのを生。で、同心同情なるが嫌い、この二つに分かれる以前の本命の力、同心同名なる。で、同心同期になるが嫌い、この二つに分かれる以前の本命の力、それぞれのあり方として、その本命の力が働く。私は私として働く、あとはあなたとして、お一人の大命が働く。それで、これによって、これによって、仏祖の栄華、多く、全草木神の伝道は、これ、仏祖の大神の様子なり。だから、この伝道っていうことはね、その、これだけが欲しいするっていうだけじゃないんですよ。今、私が働く場、それぐるみが欲しいです。決してね、決してその自分だけが欲しいする。私が今働く、その場ぐるみとして欲しい。本当にね、我々の生命っていうものがね、いかに働きの場、それぐるみのものであるか。今の高齢化社会の、ね、老人たち見てるとよくわかるじゃない。今の重要で私も76になった。もう私の小学校の友達も中学の友達も大学の友達もみんな76になった。それでもうだから76っていうと今の日本人の、男の、ね、平均年齢、平均寿命そのものなんだね。だからまあ半分ぐらいは死んでんじゃないかな。これからまあこれから80ぐらいまでの間にまあ3分の1になるんじゃないか。だからもうこれからはまあ流れを見てこう死んでくるんだね。でだからね、そういう友達今の時だからまあ私もそういう友達と付き合ったかねえんだけど、なんだかんだ自分で言ってくるんだけどね。私はしょうがない、まあ、一応、会場みたいなのかしよって。そして、僕はそれらの、その友達の自分の手紙を出したりなんか、それからまた、なんか文章を書いてるのを見てもね、どれもこれもみんな寂しいんだな。その、彼らね、みんな、だからみんな年金持って、それでお金は持ってて、生活には不自由です。だからもうそんなにね、そんなしけた顔しなくてもいいんだけど、それなのにいかにも寂しいしけたようなことばっかりっていうのがあるが、彼ら働きの場がないっていうか、この働きの場、生きてるのに働きの場がないっていう、そんな思いするようじゃこれ困るんだね。大体。これ、その、というのはね、彼らはね、大体ね、いつでもね、働きっていうことをね、世間と、世間相手、世間との兼ね合いで、そして、この、あれだろう、これだけ働いたから、これだけ、金儲けする。その金儲けだけが働きだと思ってんだね。だから、ところがこの世間っていうのね、世間との兼ね合いっていうの、これは約束事なんだ。頭同士のね、付き合いの、今私が一番あるとしてる。我々こうやって人間生きてるでしょ。そう、これがまあみんな命持って生きてる。ところがここに言葉っていうんで頭同士こう一応通ずるんですね。それでこのところで
やり取り貸し借りができるんでしょ。そしてやり取り貸し借りができるだけならいいけど、そこにこうこのやり取り貸し借りの世界ができちゃうわけです。で、世界ができて、ところがそれでもってね、これは頭の展開した世界ですよ。それなのにね、このみんなここのところでもってね、命切り捨てってこんなことやるんですよ。他の先は切り捨てちゃうんだ、ね、切り捨てちゃって、この頭がこの中にこう飛び込んじゃって、そしてこういう、こういうふうにこう、こんな中で生きてる。それでみんなこんな中で生きてて、そしてこれは丸、これは×って言うか、これは、この、これは金持ち、これは貧乏って言うと、金持ちだけの方に一生懸命バーって言ってね、この、殺到して。そしてだからこれ、まあ、蹴飛ばされちゃって、これ、まあ、助けてくれってやることにしてくれ。まあ、こんな世界だもん、大体。こんな世界の中に、それでもって命は切り捨ててる。それで、結局、その働きの場って言ってね、何も、この生命の働き場の場じゃなくて、こんな中でやりとり貸し借りなんです。それでもって、こんな中でもって、金儲けしりゃ働いてる。金儲けが働きじゃないですよ、本当に。その辺が間違ってるじゃ困るんだね。これ、生きてる限りでね、みんな働いてる。だから、それで今やね、もう年取って、そしてだから世間との働き、世間との兼ね合いの働きの場っていうのは、なくなった時で、俺は働きの場がないって言ってるわけです。ちょうどこのニワトリがね、もう、餌もらうのに慣れきて、そして飛ぶ羽を持ちながらもう飛べなくなって、それで、餌をもらうのがなくなっちゃったら、もうあと目印の場所はない、同じ働きの場がない。だからもう今の老人たちにそういう意味で世間的働きの場を失ったと言って、もうもはや彼らの生きる席はない。席ってさ、戸籍の席になるわけだから、生きる席はない。それで、まあ、全く廃材者、あるいは生きる屍ばれば、あえてね、ひどいことができるわけです。でその点に、ね、今言うようにその「ナムキエ我欲」「ナムキエお金」「ナムキエ金儲け」ってそれだけで生きてくれば、そのいくらもう金儲けてもその年取って働きの場がなくなったらもう生きる責任がないってことで、でもう生きる張り合いがない、それで生きる生きがいがない。まあ年取って生きがいがない、あるやつってのはあんまりいないんじゃない今の時代。まあ見渡してみたらわかる。年みたいに張り付け生きて、燃えてるやつはあんまりいない。それで、結局ね、もうそうなっちゃうしょうがないから、まさか酒飲もう。酒ばかり飲んでさ、酔っ払って、それで飲まなしてたんですよ。そうすると今度健康を害して、そうすると今度、傾向外して、病院外をして、で、しかし死ぬのは怖いって感じで、これはまあ、いわゆる病気、あたかも奈落の底へ突き落とされる寸前の姿、これは哀れですよ。だからね、そういうのかわいそうだから私一生懸命言ってるんだが、それがわかんないんだからしょうがない。でだからね、今の高齢化社会の老人たち見てみると、よく考えてみると、いかに、ナムキエブ、ナムキエコー、ナムキエソー、キエブツムジョーソン、キエコー、リキンソン、キエソー、アゴーソンってね、この生き方が、いかに、素晴らしいか、わかんない。ね。で、
それでね、私の番もこのね、去年は半年、約半年寝て暮らしたね。あれでもって、ようやく今年になって元気になったと思って、あれで毎日月の会話やったの。あれだろ、それから、まあ、しばらく元気だったんだけど、急に寒くなったらまた風邪ひいちゃった。ああ、これもう私、天下で行くと、1週間でことが出ない方なんだね。それがまあ、僕らはまた、もうまた熱が、熱が引かない。まあ、これはもうしょうがない。2月もや、政府の総選挙の会議できないとしたら、もう掲載がある。もうしゃがない。もう二度会社のものをもう、やめなくちゃ、と思ってたんだ。で、しかしやめるためには、お医者さんにも一応見てもらってからじゃないと、申し訳も立たない。お医者さんに見てもらったら、これは今流行ってる風邪だって言われたんで、まあ、熱はいつまでも引かないけれど、まあ、これは風邪だ。で、まあ、風邪が治ったらやったらいいでしょうって、まあ、お医者さんが言ってもらったんで、じゃあ、まあ、その日だって、まあ、その20日までにはどうしても治る、だろうって言うつもりで、だから12、3時頃までは、まだ、手術さんに、あれしてたんですよね。皆さんに通知出さないのって、そうやって、その時にさらっとして、出ちゃったから。だけど、まあ、とにかくそのぐらいね、この、数年間ね、私、よく寝てる。大体、よく寝てるんだけれど、これはまあ、死ぬ用意のために、ちょうどいいんだと思ってるんだね。これだからね、寝てるって言ったら働きの場がないと私は思っちゃいない。これは死ぬ用意のための働きの場だと思ってる。だからこの、なんていうかな、死ぬっていうためにはね、これどうせ肉体的には大苦しみにしなくちゃしてないんですよ。あれでね、だけどね、大苦しみの中を生きるっていうね、こと。それから、死ぬってことは死ぬほど苦い。それから、生じ苦いだ。そういう、老い命を深めるっていう、つもりになってみるとね、まだまだ俺の働きの場がいくらでもあるのね。これ、私はもう死ぬ最後まで、自分の老い命を深めて、かで、なんとか、俺の納得する考え方をしたいっていうつもりでいるわけなんでね。だから、こんなにね、しけてる暇がない。いや、今ね、その、お命でしょうね。こういう詩も一つ書いてあった。拝む。死ぬ間際、一生永遠として働いて、すべてから背かれ、不意になる。絶望のどん底に突き落とされる。これまあ死ぬ時にはね、みんなね、絶望、生存が絶望しなきゃ死ねないんだからって、だからみんな絶望するんだと。それで、だから死ぬ間際一生永遠として働いてきた。すべてからそこから不意になり、絶望のどん底に突き落とされる。長い時期、十方仏土地。どっちへどう転んでも老い命。これはね、十方仏土地、どっちへどう転んでも老い命ってのは、それが一番素晴らしいことなんですよ。でこの根源的絶対理は、釈尊は消滅滅理を実行し、この消滅滅理ってのは、消法も滅法も滅所は、無償と。これ、消と滅と、二つに分かれる以前なんです。滅生あったところに不安実情するんですね。だからイエス様は十字架上自死しよみがえる。イエス様は肉の思いはしない。初めから死ぬ。だけど同時に霊の思いは命なり平安なりとこれよみがえる。だから通信でただ本命命を拝む。
一生南無仏戒心にも仏の精神ひとたび南無仏を唱えるみな自然に仏道を上手というこれですね、まあ、そういう、詩を作ります。本当にね、実は大事ってね、だから働き者の場がなくなるってことはありえない。みんな約束ごとだけの働きばっかりがないでから働きの場がない。しかしながら本当に我々どうぞ最後の最後まで生きてる限りか生きてる働きの場があるわけです。それをね、どこまでも深めていく、そういうつもりになります。この深さの修行っていうのは何か、ただこの南無比叡三宝、無量三宝の一、つまりね、知るっていう時には知るっていう働きのまぐるみとして、この本当の生の命を修行しようということで、でそういうね、次元との兼ね合いでない働きの場を修行するためにですね、個人が本当に無謀主のもの、いわゆる修行道場として松の芽、水の芽だということが、その水に入る。だからこの辺のところでね、供養参謀のその在り方をよく知らなきゃならないね。決して関連的に生の命に生きやすいというじゃない、実際に働く、これにより低骨その栄華多く全総国市民の伝道あり、働きの番組の働きとして伝道、これ仏母大臣の様子なり、御祖は一人の大正同社なり、御祖大臣は松を植える同社、それで徳さんに会ったって言ったら、お前はまああんまり年取りにしてるから我かってこう言ってて、で誰かって会社って話があったでしょ。だから人材は大幕さんの最短小のことがあり、これは人材だ。それから東南にある優秀王は大将、これはまあ成人っていうのはね、東南の映画にあるその松を植えた、その時に優秀王ってのやってきて、その成人に対して手を求めた。その時に成人が長長の三尺に乗って重視として妄想を追う、何と知らず知らず何とせずこの長老を追っていることを得るというので手を振って与えたというので、ところがその龍志郎がその父さんにその目を示したところが参加しています。喜んでね、この人こそ鉱山第三世の主だな、後に果たして鉱山に出すというのはあるわけです。結局龍志王が間違えてたんじゃないか、龍志王にそういう手を与えたという、かれこれ昭伯の創設を念じて仏祖の原点を必修するなり、この松や杉を植えることによって松や柏の植えることによって仏祖の目の顔をえぐり取ってくると、で老これ老活原点の力、改良原点なることを伝道する。でこの生きた 目を持って生きればこそ、その生の命を生きるというね、そういう生きた目を持ってこそ、その改良現実、その生の命を改造し伝道する。同等動物法は動物の限定なり、同等動物っていうとこれ動物建築だけの話じゃない、わけはもう我々全てやろう、何の働きの場も生きた目を持って働く場合こそ働く、欲しいなり、非欲しいなり、だから同時に欲しいが生きる、それから欲しいのを使うんだけど、同等等の限定を得たのが私の
意思の情報を表さない実際にね働きの場を働く、この実際に私は今出会ってるね働きの場を働くっていう目を持たなければその意思の情報を表さない生の命が生の命がしばして生きてこない動物の限定を経てなし差別差別するまいもうまあこれ私はもう15、6年前にも20年ぐらい前に書いた本じゃないですか天道教訓の、ね、話に書いたある時には天道教訓本当に私、サービス同士のもとで、鉄道を長くやってた。20年ぐらいから、鉄道をやってた。それで鉄道教訓があった。そして、鉄道教訓で、本当に、私が目を開いたことは、であるところは忘れてる。その一応。結局、我々は本当にね、生きるというものであるところは忘れてる。やるところを生かすことの中にまた我々生きる。やるところを本当に生かさないで我々生きるというのはありえない。これまただから、もしもだったら、人生料理なのか、あれ、宗務長か、あれでやる。とにかく、やるところを我が生きる。それが大切。で、冒頭とはついに人類です。これは塔を作ったって、どうせね、塔は崩れちゃうじゃないか。それで、真実の不足にある。で、無償の試練、この消滅を離れた礼拝のための修行をする。これは、天井だ。人内に善が知られるというのは、仏語にある。これはね、だから、実際に自分が働くってことをなしにただ観念するってこんなこっちゃ本当にいないんだって、そうじゃない方がもし人取りですといえば武将もまた人取りとしてるこれ本当に方がを作るってもう実際我々何かやるってことはそのやることで自分の本当の方が作るんだからねそういう意味の方法ですよ。で、それは本当のところで自分の方法を作る。それを、その方は当然消えてなくなるんじゃないかっていう。そういうのは、そんなこと言ったら無償もまた消えてなくなる。それはそうなんです。このですね、この、いわゆるこの大宇宙そのものが、ビッグバンから始まったら、ビッグ宗で、なくなるに決まってる。その時にね、何も、俺の効果だけは残ってるってことだね。無償ってことだってね。大事やないって言ってる。無償を詩人のに出れるの。俺無償ってのは、償とか別とか別。別種終わったことが無償なんだからね。消滅二つにないっていうところでしょ。それが、人のに出れれば、効果また人のに消してる。効果と、人の無償と二つはないから。で、シャリはこれ何の所在の無理の時、無理の時です。だいたいね、人間の頭の手前だけに無理と無理とって二つが考えられる。いや、本当の生の命って思うじゃん。無理と無理と二つはね、無理と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 無理。で、教人は、菩薩保障人、最初保身、一向不動罪。天国家の一年ほどで人口もがいたり、人らへ分別する。文豪不能人って、これまあ、これもね、極度式に唱える言葉です。明らかに知るべし、勝利を年代してほしい。これはまあ、勝利を不意してね、追わなくて、それでほしいする人もある。あるいは、正直というのは何正直正直これ真実にみたいな。本当に、正と死と罰に分かれている。
以前そのものを本人がチェックしてやるっていう、そういう生じを年代するよりも違うのもいろいろある。それでもどうせね、生じを年代して発信するって、これ一向飲まない。でもうどうせ生の命を生きるっていう、生の命は生の命として生かそうというのが、これは発信になる。で、非一年は一層一目と同じ感でした。今の命の発信は、今生に発信、こいつが生の一層一層、みんな同じ命、一層一層なるがいえ、生の命としては一層一層と一層一層、二つに分かれる遺伝だからね、これが発信。しかれどもその苦毒の人口不害災害、法も不害災害、現実は法も二つに分かれる遺伝だからね、不害災、果てしがない。運動も文言として、由来これを分別するのも義務がある。運動っていう言葉もどうせね、大体、由来のところの由来に残ってるってことなんだからね。出たり入ったりも言うと、出たり入ったり、マジっていうところが出たり入ったりしてる。これは、まあ、私が、よくわかるのは、これ、紅茶に、ピーバッキー入れて、それで、鉢を入れて、入れて、こうやって見てると、なんか、これ、こう出てくるの、紅茶。これ、動かさなくても、動かさないところに、ブロブロ動いてる。これ、いいの。国内の魚雷の、そういう、で、だからみんな、魚雷分別するのも義務があるから、これは、切りっても早くて、めぐみ枯れてなおそこの森、人の人も死ぬ、登るべきが家に行こう。死んだり死んだりというその根底にね、本意の力がある。初めから今日も初めから言ってるように、死ぬ力が我々今生きる。ただ、夜寝ている時に息する力が昼間起きている、いろいろ頭に動く。それと同じように、私が死ぬ力が今私は生きる。だからね、死んだからって言ってね、死んだところだ、そういう生の一本命が。それで、海に枯れてそこの森、もしそこ死に残るべきがいるときに、どうして、尽くす、生きると、一年の人口無害者になるわけ。思想一国、知的生きがの人口も無害者になる。これだから、一年、一年知っても、一層一目、一匹が、ね、本当に無害者ですよ。だから、まあ、この前、現状公安の時にも、どこまでも深さが、現在か現在になっている無限の深さ。現在っていうと、もう、単にもう決まったもんだ、こう思ってるけど、その現在中の中に、本当に限りない深さ。というところ、一層一目も限りない深さ、一石一画も限りない深さ、それと同じように今の一年のあれも全く限りない深さ。それで、まあ一層一石、もし七尺八尺なら、これが一層一目の中からある七尺八尺という大きさがある。大きさがあるけど、大きさをそれだったら一目もいい。それから星もまた七夜が走って、結局我々何か今、仕事するに仕事が七夜が走る、そんなから私が一生懸命やったら七夜が走る。しかしながらこれはまた無害罪、無害罪だけどまたこれはある形を持って大きさを持っている。力あればすなわち竜を
しみが生物の迷いになります。働きとはまた関係なので、ただ自由に結ぶのがね、取り込んでもただ自由にしてるってだけは話は簡単だ。ところが同等動物は気にならない。これは本当に働きの場を働いて、生の命を生の命にならしむるってことはもう難しい。で、ここに超人無体より動物といえども、真を年代すると真に年代になる。例えばね、同等動物っていうのはね、これ全てが自分の命なんだっていう、そういうつもりでやるってことが、これ真を年代する。だから真に年代するっていうのは、まあ竜を信じた自由活動っていうのは、これ不法の心にこう導かれてやって、これは全体であることですね。そのどっちもだ、あとあれだけど、はるかに異なるんです。これもね、もう決してね、二つ比較していってんじゃない。もうそういう道理もある、こういう道理もあるっていう話っていうんですね。格のごとここつぼ大臣つぼいと打つと現状となる。このつぼいでっていうのは、まあ五章によるのに、こういうのを積み重ねて、それで初めて仏像を作るんじゃない。そうでなしに、今、この星のいろいろ様々なる通りを登るとき、星とは言われるない。まず、五章ありますので、結局これ、仏像の話は、いつも言う、二つの比較の話じゃない。私有仏像は私有仏像。昔の通りに今、やるところは笑っているのか。もう今、生きるの働きの場で自分の本気を、そこのところを一生懸命工夫する。その工夫が、その印象を取る。まあ、これから、次の、次回は、私の場合、命があったら、まあ、相対心だろう。まあ、私、今年、いっぱい、命、相対心と、この次、看板がないと、まあ、この会を終わらせよう、そう考えております。まあ、なんで、やはり、変えると、面白くない。いいじゃないかな。あんまり、頑張ってやる。